58番、佐々木希選手、点数246。さあ続いてはビブナンバー259番、金成愛美選手、埼玉県連、はい、普段の生活から物を大切に、私が使っている財布、おーすごい、中学校2年生から使ってるんだって、カード入れにクレジットカード入れと表記されている財布は、骨董品ですということでいただきました。ありがとうございます。すごいね、中2から使ってるんだ。じゃあ今度ぜひ見せていただきたいです。さあ、ビブナンバー259番、佐々木希選手、点数246。さあ、続いてはビブナンバー259番、金成愛美選手、埼玉県連、はい、普段の生活から物を大切に、私が使っている財布、おーすごい、中学校2年生から使ってるんだって、カード入れにクレジットカード入れと表記されている財布は、骨董品ですということでいただきました。247ポイントです。さあ続きましては259番、埼玉県こぐまスキークラブから金織あゆみ。さあここは大きくつなげてきました。普段の生活から物を大切にということで、さあ金織あゆみが来ます。埼玉県からエントリー259番、金織あゆみ。さあポイント262ポイント。さあここからはローテーションがありまして、186番へとビブが移ります。27ポイント、247ポイントです。さあ続きましては259番、埼玉県こぐまスキークラブから金織あゆみ。さあここは大きくつなげてきました。普段の生活から物を大切にということで、さあ金織あゆみが来ます。埼玉県からエントリー259番、金織あゆみ。246、続いて259番スタート、あゆみ金織、埼玉から。髪の毛がすごい長いということで、きちんとタオルドライしてからドライヤーかけていく説明ですよね。またね、字が綺麗なの、金織さん。今フィニッシュ、ビブナンバー259番、金織選手、255ポイント。さあ SAJ デモンストレーター、そして現在予選を終わりまして総合2位、ビブナンバー259、埼玉県金織あゆみ。さあトップを行く谷真衣子選手との差は5ポイントあります。さあこれを決勝2種目、金織あゆみ選手はどう戦っていくのか。こっからさあここはさすがの板のさばきを見せます。ビブナンバー259番、金織あゆみ。I'm going to go to the next one.